はじめまして。テラリア星人です。1年ぶりに iOS でテラリア始めました。動画投稿は初めてなので、下手くそです。ごめんなさい。基本的に完成品を紹介する動画になると思います。撮影、編集を iPhone でやっているので、あんまり長い動画は作れないかな。初心者だし。少しずつ環境が整ってきたので、拠点から紹介していきたいと思います。現状、このワールドではハードモードは入り立て、メカボスに体重臨済みです。さっきから飛び回っているのが拠点です。いつも地下に丸い拠点作っちゃいます。かっこいいよね。丸い拠点。まだ歯抜け状態ですが、ざっくり、ここが自然もの。ブロック系。装備系。家具系。小道具系、になっています。こんだけ仕分ければまあ整理できるかな。石とか泥とかはすぐいっぱいになっちゃいますね。今は他のワールドにストックしてるので、いつか専用の保存部屋作ってあげたいな。ここは NPC の部屋、御影石の数で揃えてます。まだ全員呼べていないのでこれからですね。ここは自室ですね。まあ、特には。なんです。ここは余ったライフクリスタルとか入れてます。集めちゃうよね。ここは、まあ飾りですね。プラチナー。まだ金策が確立していないので、慢性的金欠なんですよね。作業台置き場です。全種類集めなきゃなぁ。こんな感じで、拠点紹介は終わりたいと思います。初めてなもので拙い編集ではありましたが、次の動画はハーブ園を紹介しようと思いますので、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。